さあ続いて予選通過選手を次はご紹介しましょう。3人目の選手ですね。続いてロンチームヨーヨージアン大沼俊明。さあ大沼の愛称で親しまれている大沼俊明、今回どんなフリースタイルを見せてくれるでしょうか。塩よりはアンリーシュと使いこなしております。ミュージック OK、 プレイヤーもいつでも OK でしょうか。さあジャッジの準備ができ次第したいと思います。ジャッジ OK、 OK、 じゃあそれではいきましょう。2014 44クラッシュ決勝、大沼俊明。